ルセラフィムが日本で初めて開催するファンミーティング、ルセラフィムファンミーティングファーナーダ 2024SS ジャパンを兵庫、神戸を皮切りにスタートした。6月29日、30日の2日間、兵庫、神戸ワールド記念ホールはファーノット、ファンダム名で埋め尽くされ、大盛況となった。ルセラフィムは昨年3月に自身初のファンミーティングをソウルで開催し、 同年8月からは日本公演の3都市6公演を含む初の単独ツアーを観光。そして今年の5月11日、12日には2度目のソウルでのファンミーティングを盛況裏に終え、6月からは日本で初となるファンミーティングを標語、神戸公演を皮切りに4都市9公演で開催中だ。今回の日本でのファンミーティングは、 先立って先月開催されたソウルでのファンミーティングを通して特別なヒーローになった5人のメンバーが、それぞれの能力を発揮しながら、ファーノットが抱えている悩みを解決するというコンセプトで行われた。悩み相談やゲームコーナーなどを含む多彩な演出で、2時間近くにわたるファンミーティングは笑顔とファンの合唱、歓声に包まれた。ルセラフィムの登場を心待ちにするファンで埋め尽くされた会場内に、 突如グループを象徴する5つのロゴが映し出されると、ファンミーティングの始まりに歓喜するファンの大きな歓声で、会場は一気に熱気に包まれた。ルセラフィムは、今年2月にリリースしたサードミニアルバム、e g の収録曲、スマートでファンミーティングのステージに登場し、1曲目のパフォーマンスを終えた後、宮脇桜が、 ファーノットの皆さんが一人残らず来てもらえるようにファーノットとルセラフィムにしかわからない印を会場に移してみたと公演冒頭の演出に込められた5人のメンバーのファンへの愛情を伝えた。ルセラフィムは、今回のファンミーティングで全10曲を披露し、スマート、アンフォーギブン、フィーチャリング、ナイル・ロジャース、ジャパニーズバージョン、E.G. イ,ーーイブ、プシュケザ・ブルーベアーズ・ワイフ、といったヒット曲をはじめ、 日本ファーストシングル、フィアレスに収録された日本オリジナル曲、チョイス、ロック、ロック、バージョンの編曲が加えられた、ノーセレスチャル、カズハがバレエのソロパフォーマンスを披露した、スワンソングなどで会場を熱く盛り上げた。さらに、未発売曲、1、800ホット N ファン、やジュエリー、プロット、今瀬、といった日本初披露のステージでファンを魅了した。また、ゲームコーナーの最後には、 キム・チェウォンが歌田光る、ファースト・ラブのカバーを披露して大きな歓声を浴び、宮脇・サクラ、カズハ、ホン・ウンチェの3人は、夢でキス・ミーのダンスパフォーマンスを披露、ホユンジンは自作曲、フィオナ・ドログ、ラブ・ユー・トゥアイスを歌唱し、5人のメンバーそれぞれがファンのための特別なステージをプレゼントした。また、ルセラフィムは、メンバーたちが作詞に参加したファンソング、フィエオナ、 Between you, me and the lamp post, を披露し、音楽を通してファンへの愛情を最大限に伝えた。アンコールステージを終えた5人のメンバーは、約1年ぶりの日本での単独公演について、日本での公演は久しぶりだが、私たちに会いに来てくれて本当にありがとう。保有人、いつも遠くからでも応援してくれたり、見に来てくれることは簡単なことではないとわかっているので、感謝の気持ちでいっぱい。 キムチェウォンとファンに会えた喜びと感謝の気持ちを伝えた。また、とても楽しい時間を一緒に過ごせて幸せだった、ホンウンチェ日本で初めてのファンミーティングが始まったが、盛り上げてくれたファーノットの皆さんのおかげで最高のスタートを切れた、カズハと兵庫、神戸での公演を終えた率直な感想を伝え、 宮脇桜は、実際にファーノットの皆さんと会えることが私にとって一番の原動力と会場を埋め尽くしたファーノットに向けた深い愛情を伝えた。兵庫、神戸での講演を終えたルセラフィムは、7月6日、7日に愛知、ポートメッセ名古屋第一展示館、7月13から15日に神奈川、ピアーリーナ MM、7月30、31日に福岡、マリーメッセ福岡画館、 を含む4都市級公園を回り、日本で初となるファンミーティング、ルセラフィムファンミーティング、ファーナーダ 2024SS ジャック。